はい、こんにちは、まあやちゃんねるまさやです。はい、1月8日の朝ですね、うん。今日こそは日本に帰れますでしょうか。ダブルツリーのホテルのロビーですけども、あそこに本物の暖炉があるね。うん、フロリダでは映像だったけど、こっちは本物の暖炉です。はい、でこれから空港に行って、まずはポートランドに行って、そこから成田に帰りましょう。はい。はい、空港へ戻ってきました、はい、これからチェックインはもう済ませてあるしバッグももう預けてあるので、チェック普通に飛行機乗る時のチェックをして、中に入ると最初デルタのラウンジやってきました。はい、何やってるの。ね、ストロベリージャムとイチゴのジャムとヨーグルト、クルザドとヨーグルト混ぜて。私はこんな感じでもらってきました。マフィンとベーグルにクリームチーズなどつけております。ハラペーニョとピクルスももらってきた。あとコーヒーだね。はい、それではラウンジを出てゲートへ向かいたいと思います。アサインされたのが、2番の C と D の席なので、エイシン君とパパね、うん、なので結構前の方の席っぽいです。楽しみですね。楽しみ。はい、国内線だけど枕とブランケットあります。あ、前にモニターがなくて、モニターは横から出るタイプかな。あ、モニターはもう横から。寒いね、うん、到着しました、ポートランド。ここ初めてで、パパも、うん、ここから予約日本へ帰ると。そうだね、次の便の席はまだ決まってないので、これから決めてもらわないといけないね、うん、行きましょう。はい、どうぞ。ポートランド空港でまさかの寿司を食うエイシン君。美味しいかな。美味しい。あと豚骨ね。トラディショナルとスパイシーがあって、トラディショナルにしました。じゃあパパちょっと。混ぜた方がいいよ。固まっちゃってる麺が。本当だね。あのね、最初にね麺をドッて入れて、そこから、ね、しばらくねかかってたスープ入れるの。いただきます。うん、うまい。本当だ、固めだね、うん。チャーシューもなんかすごい照り焼きみたいな。甘い。甘い。チャーシューは甘いよ。甘い。それスープ飲んでみるね。うん。スープは豚骨。ね。うん。美味しいじゃん。お茶飲む。じゃあアメリカでもラーメン食べても食べられるんだね。じゃあいただきます。どうですか、ちょっと固めでしょ。普通のラーメンだね、うん、それチャーシュー食べてみて。甘い。あんま。でも面白いっちゃ面白いね。うん、おいお茶もありました。はい、エイジン君今成田便の街ですね。エイジン君ゲームやってます。サクッとスロットが。はい。最初はねなんか変なすごい悪い部屋じゃない、悪い椅子だったんだけど変えてもらいました。よかった。うん、では。無事に日本に帰りましょう。はい、はい、この辺が凍結しているかなんかで、あの溶かしてるみたいでなかなか離陸しません、はい、30分ぐらいも飛行機に乗ってから撮ってますね。ようやく出発です、うん、長かったね、1時間ぐらい待ってました、はい、じゃあ
無事に帰りましょう。パパはチキンの夕食、セジン君はポークだけど食べるつもりないですか？ちょっとは食べる。寿司食べたからね、うん、ちょっとは食べます。あ、寿司とラーメン食べたもんね。はい、ということで成田空港到着しました、はい、無事到着しましたね、うん、出発が随分遅れたけど1時間ぐらい。そうだね、到着もなんで1時間ぐらい遅れちゃったから、うん、はい、ということで、いろいろあったけど楽しい旅行でしたね、うん、パパはちょっと体調不良なところもあったし、完全に楽しめたってわけじゃないけど楽しかった。フロリダサイサナさんともいっぱい遊べたし、うん、まだ動画が全然出せていないので、それはこれからおいおい出していきたいと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。